久しぶり。お久しぶりです。エデボンゲです。まあ久しぶりって言ってもポケモンがね、うん、ポケモンの実況が久しぶりなエデボンゲです。最近あんまりポケットモンスターできてなかったのでね、うん、まあなぜできていなかったのかというと、まあ別段忙しかったわけでもなく、うん、なんだろうな、結構ねこの配線、そのニセトロキャプチャーの、うん、配線とかこう抜き差し、まあいや実況撮ろうって時にはさ、こうやって抜いたりさしたりさ、いろいろ設定とかあるんやけど、今現在そのアークザラットとかやっててさ、でプレイステーション2を今そのパソコンに常挿してるわけで、まあさ、まあ差し替えるのめん、まあまあめんどくさい、もう、うん。うん、ただそれだけのこと、うん、まあ実はね、裏でね、今育成中で、うん、今ポケモン育成中なんだけど、まあ今回ちょっとまだ全然仕上がってなくて、うん、まだ2匹しかね、作れてないので、今まで通りのね、ちょっとパーティーで、うん、今まで通りのパーティーメンバーでね、うん、レート潜ろうと思ったんだけど、なんかね、なんか今メンテナンス中で潜れないのよ、うん、だから今回は、フリー、うん、フリーちょっと潜ろうかなと思います。はい、じゃあ早速潜っちゃおうか。フリー、なんかね、なんかニックネームバグかなんかってのが今出てるらしくて、うん、多分それの影響で今メンテやってんのかな。うん、シングル、メンバーはね、この、バシャーモ、クチート、ジャローダ、あとロトム、水ロトムと、ギルガルドと、あとはこのね、ミセポケの、月光がミセポケの月光が、このメンバーで行きます。はい、ジャローダって紹介したっけ。ジャローダ紹介してないかもしれない。これ作ってから動画で出すの初めてかな。カリンさん、初心者です、よろしく。よろしく、僕も初心者だよ。ちょっと待って、右下がすっごい気になるし、持ち物持ってないよね。うん、左上と右のやつ持ち物持ってない。原始回帰、海洋ガニ、ミミロップ、メガミミロップかな、で、まあ、フォクシー。これちょっと本気出すのかわいそうだな、これな。あと、ニャオニクスと、うん、わかった。よし。じゃあ、とりあえずここはクチートで行くか。うん、バシャーモでなんかゴリゴリやるのは。うん、それはちょっと得ても、一人の人間、うん、人としてちょっと、うん、いやけどね、ポケモン勝負に手加減なんてものはね、もっと失礼に値するから、まあ選出だけでもね、ちょっと控えめにやってあげようかなというね感じ。まあ口と、まあ初手、そうだな、初手じゃ月光が月光が、けどそうだ、月光が持ち物持たしてない、しまった。まあいいじゃん、月光が入れるとして、まあギルガルドスタートの月光がと、あとメガ進化クチートでいいんじゃないかな。うん、いや本当だったらジャローダとバシャーモと、ジャローダ、バシャーモ、ギルガルドかな。うん、で格闘の多分メガミミロップだろうと、選出メガミミロップ、海王がマフォクシなんじゃないかな、うん、違うかな。対戦よろしくお願いします。初手何で来る。あ、で今回からね、あれ攻略サイト見んのやめた。攻略サイトを見ずにね、
あの攻略サイトなんか見ながらこうポケモン勝負してたらもう一生攻略サイトに頼っちゃうからね、うん、そこはもうあえて見ません。で海洋画はね、水となんだ飛行かな、水となんだろう、キングシールド、え、水と何、波乗り、波乗り、水単体ではないよね、月光が行こうか、うん、あ、けどやっぱ伝説はな、種族値すごいからな。まあこれは波乗り受ける、食らわないでしょう。マジかマジかマジか、まあ毒、うん、まあ毒々して、うん、毒々、うん、まあ素早さ勝ってる。だがしかしこれで毒タイプになってしまったので波乗りが普通に入っちゃうわけで死ぬな、うんだよね、うん。しかしながらこの伝説ポケモン海洋魚に対し毒々を入れれたってことは非常にでかい、うん、でここからどうやってこの海洋ガを倒すか、この原始回帰海洋ガ、ちょっとギルガルドに頑張ってもらうしかないか。うーん、ミトム入れとくべきだったか。で、間違いなく波乗りしてくるだろうから、波乗りしてくるよな。水と何これ、水飛行なのかな、水くらえや。いや、大して食らわない、この波乗りは。うん。禁止。キングシールド。あー、初手禁止だったな、完全に。初手禁止にしとけば毒毒ダメージもうワンターン稼げたんじゃないか、これ。これもう確実に次落とされるっていうか、まあけど毒毒で影打ちして、先手技だから影打ちして毒で落ちる。よし、オッケー、影打ちで、波乗り毒死、オッケー。本当ならね、このギルガルド、まあ本当ならっていうか、こいつ弱点保険持ちなんですよ。うん。弱点保険持ちだから、ちょっと残しときたかったんだけど、これじゃないと、これ以外の方法がなかったな、もう。さあ、あと、何？あと何？ホップ、ホップ、ホップ。相性悪い！メガ進化でワンパン、なんかおかしな技やってくれ、頼む、おかしな技、なんかおかしな技やってください、お願い、なんかエスパー技とかやってくれ、頼む、火炎放射とか大文字とかやめてください。あれ、あ、え、口取るのが早いの、
まあまあまあ女の子だしね、初心者って言ってたし、ここで下手に絵手が叩き潰しちゃって、そのもうポケモンやんないみたいなことに、もうなりかねないから、そういうことだね。そういうこと、そういうこと。そうそう、こんなん、まあ本気フリーだし、フリーだし、フリーだしね。